アイリン。え？大事な話があるんだ。何？お父さん。別れてほしい。は？冗談でしょ？ティムとソフィアのことは頼んだ。は？突然何言ってるの？いや、そうなるよな。すまない。いや、すまないで終わらせるのはふざけんな。ハリー、理由があるんでしょ？女ができた。ハリー、理由があるでしょって言ったのに。ごめん、アイリー。好きな女ができたって言ったらどうするんだろう。絶対引き止めてビンタするようなお母さん。過去の記憶思い出したんか。大丈夫ピカチュウ。いきなり寝ちゃうんだもん。心配したよ。俺は眠ってたのか。え、ピカチュウ回復してきたみたいね。よかった。うん、もう大丈夫かな。あのさ、レイチェルの相談って今なら話せる？うん、それはもういいの。本当に遠慮しなくてもいいよ。ティム君たちと一緒にいたら楽しくてどうでもよくなっちゃった。だから今日はやめとく。また次の機会にするね。おお、もう一回家に来ようとしてんな、お前。絶対そうじゃん。家の中でちょっと押し倒そうとしただろう、ティムのこと。で、家族がいたから、あ、くそ、今日はダメじゃん、って。また別のしどりにしようとなっただろう、お前、絶対。そっか、わかった。じゃあさ、代わりと言ってはなんなんだけど、僕の相談に乗ってくれないかな。お、代わりと言っちゃなんなんだけどで、そんなこと言う？もちろん。面探偵の相談なんて光栄ね。で、どんなこと？レイチェルの知り合いに宝石に詳しい人はいないかな。今回の事件で奪われた宝石が特別なものらしくて、その宝石を取り戻すために情報が欲しいんだ。私が取ってる授業の教授が鉱物考古学が専門なんだけど、その教授なら紹介できるけど、どうかな？ほんと？助かるよ。ぜひ、お願い。オッケー。じゃあ、これから家に帰って、教授のことを調べるね。いつ連絡すればいい？ありがとう。じゃあ、明日の朝、ハイハットカフェで、どう？了解。じゃあ、またね。おー、いい感じだね、この二人。どう？調子は。ああ、まあな。ピカチュウ。ん？ミュウツーの声だね、今。これって。ほら。ミュウツー。あなたたちに伝えたいことがあります。数日前、洞窟にいたところをポケモンたちに襲われました。あ、ニュースで見ました。彼らは何度倒しても何も感じていないようでした。まさか、あるか？いいえ、意志を持たずに操られているようでした。それとハリーも。ハリー？何？おお。一体。追われてる。二人は昼間のウと同じ。二つの事件はつながっている。おそらく間違いないな。オーロラの雫を追うことが謎を解く鍵になりそうだ。うん。そこから追いかけよう。え？オーロラの雫を奪ったウウ、ミュウツーを襲ったスピア、どちらも光る機械が体につけられていた。そしてミュウツーのハリーという言葉、オーロラの雫を調べることで父さんに近づくことができるかもしれない。怪しいあいついたな。おい、
あのなんか、うさんくせえ、なんだ、科学者かなんか知んないけどさ、ピカチュウの毛取っていったやつ。次の日の朝。おう。さて、今日はオーロラの雫について調べるんだよな。うん。レイチェルがライム大学の教授を紹介してくれるって話だよ。待ち合わせはハイハットカフェってことはまだちょっと時間はあるな。せっかく家族が来てくれてるんだから出かける前に挨拶ぐらいするんだぞ。わかってるよ、ピカチュウ。てかさっきさ、あのピカチュウの一言でよく私ミュウツーってわかったな。なんかミュウツーのさ、この日本語話す時の声って独特じゃない？なんか分かってくれる人いると思うんだけどさ、ミュウツーの逆襲とかさ、見てた世代からしてみたら、めちゃくちゃ特徴的だから一瞬で分かったもんな。あ、なになに？リンゴが置いてある。ちょっと一瞬ポケモンかなって思っちゃった。そこのなんか塊が。あ、新聞が届いてるな。あら、ティム。あなた、新聞撮ってるのね。うん。ライムシティの日刊誌だよ。うちにいた頃は新聞なんて読んでなかったのに。どうしたの？もう大学生だし、新聞ぐらい読んでおこうかなって。へえ、お兄ちゃん、おったな。ティムのやつ、何をカッコつけてるんだか。うん、これピカチュウが見るようだよね、多分ね。新聞を取るように進めたのは俺だぞ。探偵たるもの、情報収集は欠かせないからな。こんなに大きな街なんだもの、毎日いろいろあるでしょ。新聞でこまめにチェックしておくといいわよ。ティムの母さん、いいこと言うじゃねえか。うん。事件を解決した次の日は、新聞にティムたちの活躍が載っています。テーブルの上にある新聞を読んでみましょう。なるほどね。それじゃあ早速今日の記事を見てみようぜ。お、おー、まあ上から見ていくか。とりあえず宝石はどこに？深まる事件の謎。うん。うん。オーロラの雫はまだ見つかっていないようだな。てかこの写真さ、誰が撮ったん？いたの？その前なんかさ、写真撮れるようなやついたっけ？あ、記者いたか？あれ？いなかった記憶なんだけど、おかしいな。ホリデー警部たちが、宝石とウウを探しているみたいだけど、どちらも進展はなしか。そういえば、あの時のウウは様子がおかしかったよね。記事によると、ウウがあなった理由はターナーにもわからないそうだ。ウウがオーロラ雫を飲んで逃げたのはターナーさんの指示じゃなかったのか。うん、この事件、どうもきな臭いな。うん。お手柄ヨーテリ、パートナーの危機を救う。ほぉ？家の中で女性が怪我をして動けなくなったんだって。それでヨーテリーが外に吠えて近所の人に知らせたらしいよ。いい話じゃないか。うん、おうおう、この写真。ヨーテリーに助けられたのって昨日会った女性じゃないか？どれどれ。ほんとだ。デリスさんの屋敷の前で会ったよね。ああ、だろうな、多分。だって、街の中の話だったらさ、ヨーテリー連れた女の人って、とりあえず暗号書しかなかったもんね。そういうことやんな。ヨーテリーは静かなところが好きなおとなしいやつだったが、近所の人が気づくまでずっと吠えてたみたいだよ。大事なパートナーのために勇気を出したんだろうな。おー、決め手はアブリボン？新薬開発の道筋。おー、アブリボン？なんだろう？鱗粉とかそんな感じかな。アブリボンの花粉団子を元にした新しい薬の開発だって。アブリボンの花粉団子は種類がたくさんあるからな。花粉や蜜を取った花によって効果が変わるらしい。材料の組み合わせ方は人間の薬にも応用できるんだろう。昨日のアブリボンたちはどんな花粉団子を作ったのかな？あ、
と驚くものができるのかもしれないが、あいつらの場合蜜集めをきちんとできるようになるのが先だな。ほう、お、人気炸裂、盛り上がる市民サッカー。ブン、最近は市民サッカーが流行っているのか。パートナーポケモンと一緒に参加できるんだって。おー、ずっけーじゃん。やっぱり一緒に参加できるのはずっけーよ。ポケモンの力とコンビネーションで毎回試合は大盛り上がり。参加する方にも見る、あ、参加する方にも見る方にも大人気みたいだよ。それで昨日少年は助っ人ポケモンを探していたのか。ラビフットはあの子といいコンビになれるかな。あれだけ楽しそうに特訓してたんだ、きっとなれるさ。お、クロスワードさせてくれるの？これミニゲームかな。うん、今日のクロスワードはどんなのかな。意外と凝ってるから毎日楽しみなんだよな。読者投稿だっけ。これを作れる人はすごいな。よーし、ティム、早速やろうぜ。どれどれ？長い舌で獲物を狙うポケモン。ベロリンガだな。マス目の文字数もぴったりだ。愛くるしい見た目で油断させて盗みを働くポケモン。おー、全部なんか昨日と繋がってない？全部繋がってるやん、この新聞。すご。にゃー、数は文字数が違うな。チョロ猫か。いつもグループで行動している仲良しなポケモン。先に埋まったマスから察するに、こいつは隊列だろう。ね、ピカチュウ。今日の問題、どこかで聞いたような。そうだな。きっと、これを作ったのは、どこかのクイズ博士だろうな。だよな、なんかクイズの内容にあったもんな、まんまそれじゃん。お母さんおはよう。そうね。母さんおはよう。昨日はよく寝れた？うん。大丈夫よ。ありがとう。今日は学校なんでしょ？あ、学校っていうものがあった。そういえば忘れてた。そうか、学校あんのか。今日は大事な調査があって朝から出かけるんだ。一つ事件が起こると頭の中はそればっかり。まったく、ハリーと同じね。ねえ、母さん。父さんから連絡はなかった？あったら真っ先にあなたに連絡するでしょ。まあそうだよね。ハリーよ、お前家族に愛されていたのだ。なんだか羨ましいぜ。おー、うんうん。え、ねえお兄ちゃん、なんだ、そのピカチュウってなんだか変わってるよね。今更変わってる。そうよね。コーヒーを飲むピカチュウなんて珍しいかも。お、なかなかの観察力だな。うんうん。ふふ、面白いピカチュウだね。かわいいではなく面白いとは。ソフィアは感性が独特な子なのか。独特ではねえだろ。なになに？朝のニュース？ GNN ニュースの時間です。うん。ライムシティのハワード市長は、ほう、ポケモン友好法案の議会通過に意欲を示しています。ハワード市長は市民の理解を得るために本日より街頭演説を行う予定です。おー、続いてのニュースです。街頭演説か。ライムシティでの様々な事件を探偵ティム・グッドマンさんとパートナーのピカチュウさんとの活躍により解決。この度ハワード市長から勲章が授与されました。二人はライムシティを象徴する素晴らしい名探偵コンビとしてさらなる活躍が期待されます。こういうこともニュースで言ってるんだ。俺たちもすっかり有名人だな。なんだか恥ずかしいね。こんな風に取り上げてもらえるのは照れくさいけど、褒められてるんだから素直に喜んでおけよ、ティム。それと、
ポケモン友好法案のニュースだが、ハワードが街頭演説をするのか。レイチェルのお父さんだね。父親が市長なんて、どんな気持ちなんだろう。やだな、カジッチュ。カジッチュが嫌いたらマジで嫌なんだけど。普通のリンゴだが、見分けるのは難しいよな。やなぁ。てかさ、この二人どこで寝たんやろうな。ティムとピカチュウはここで寝るんだろうけど、どこで寝たんやろう。ハイハットカフェ。こっちは？こっちは何もないのか。じゃあカフェ行くか。うん。そろそろ行こうか。出かけるならコーヒー豆を買い足しておきたいな。買い置きが少なくなってきてるんだ。お、家でもコーヒー飲むんだ。ピカチュウ。結構好きだね。はいはい。いつもの深入りだね。じゃあ、行ってきます。はーい。行ってらっしゃい。ふん。レイチェルとはハイハットカフェ前で待ち合わせで間違いないんだよな。うん。もうついていてもいい時間だけど、少し遅いね。え？レイチェルじゃないの？これ。今の声は、レイチェル？なになになに？急に親子喧嘩？パパ、どうして分かってくれないのよ。ポケモンは管理すべきものじゃない。悪事に利用する人間の方が問題よ。レイチェル、何度言われても私の考えは変わらない。分からずや！これか、相談ごと。何かあったの？何かあったじゃなくて、何かあったしかないやろ、今の。とりあえず、中に入ろうか。もう何かあったしかないんだよな。誰がどう見てもそれは。あの、ハワードさんと何を話してたの？ポケモン友好法案の話だよ。テレビのニュースでやってたな。ポケモンのための法案だとか。この前、パパの書斎で友好法案の中身を見たんだけど、条文のあっちこっちに書いてあったんだ。ポケモンたちを管理するためって。友好法案なんて名ばかりだった。ポケモンの自由を奪うなんて、パパは変わってしまった。ハワードさんの法案、レイチェルは反対なんだね。ポケモンは自由に生きるべきだよ。それを管理するなんて。アハル事件だって、ポケモンは被害者で悪い人間のせいだったじゃない。ごめん。こんな話をするために集まったんじゃなかったよね。昨日言っていた相談事は、このことだったんだね。誰かに話を聞いてほしくて、こうやってティムに話ができてよかった。聞き役になれたならよかったけど、もういいの？ありがとう。もう大丈夫。本題は宝石の話だよね。うん。昨日の話だと、ライム大学の教授を紹介してくれるって。ゴードン教授は、鉱物考古学。わあ、これ読むたびになんか引っかかりそうだなぁ。の、権威でね。古代文明と鉱物の関係を研究しているの。あの人なら多分、あの宝石がどういうものなのかわかるはずだよ。今は研究で南の遺跡に行ってるから、ちょっと遠出にはなってしまうけどね。南の遺跡。そこまで私ら行くの？もしかして。南の遺跡というと、ここからだとかなりの距離があるな。鉱物学にフィールドワークは付き物だよ。一度調査に行くと何ヶ月も戻らないの。じゃあやっぱりこちらから出向かないとね。そうだね。ここで待っていてもいつになるかわからないし。さ、あんまり遅くなると着く頃には日が暮れちゃうよ。あ、一日で行ける距離は行ける距離なんだ。
ああ、一日で行けるんだったら、まあ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 、そこまで遠くないな。なんか、何日もかけて行かなきゃいけないんかと思ってた。え、レイチェルも一緒に？ティムはゴードン教授と面識ないでしょ？私は彼の授業を受けているし、それに名探偵の相棒なんて、ちょっと面白そうじゃない？ああ、いやいや、遊びじゃないんだぞ。おー、ついてきてくれるんだ。優しいね。